天皇杯、皇后杯2024年全日本卓球選手権大会、一般、ジュニアの部、日程、2024年1月22から28日場所、東京体育館、東京。27日、2024年全日本卓球選手権大会は6日目を迎え、男子ダブルス準決勝、決勝が行われた。連覇狙う張本智和、 友和企画、森園正隆、ボブソン、ペアは、準決勝で大島優也、田添健太、木下グループ、ペアを3対0で退け決勝へ。決勝では快進撃を続け勝ち上がってきた小林博夢、伊藤玲博日本代、ペアに、ゲームカウント1対3で敗れた。試合後、森園が報道陣の質問に答えた。 大学生ペアの勢いに飲まれた、より大きい、いや、相手ペアは実力がありましたね。ヒロムも T リーグに主力として参戦してきて1年目で、シーズン終盤で力つけてきて、実際 T リーグのスタッツもいいですし。また、全日本はトーナメントで、準決勝の苦しい試合を勝ち上がってくるとそういう選手が強いということは分かっていました。乾杯ですね。 決勝前に相手ペアの準決勝を見てどう対策したか。より大きい、ぶっちゃけ見ているだけだとボールの質とかはわからなくて、体感できるものではないので、ちょっと見通しが甘かったなと。張本とは、組み上げてきたダブルスではないので、相手がチキータしてきてるからロングサービスを出そうと言っても、そのロングサービスからの展開を練習していないし、 泥臭く相手を崩すということができなかった。実際僕が高校生で優勝した時もこんな感じだったのかなと思いながらやってた感じですかね。相手ペアの完成度が高かった。より大きい。どうももともとトッププレイヤーじゃなくて、高校の時からじわじわ頑張ってて、僕らが主催の大会に毎回出て、 上のレベルの人と対戦してそういう場を求めて頑張ってたのは知ってました。それがようやく花が開いたのは、一人の卓球人としては嬉しいです。ヒロムも名伝で苦しい時期を経て、主軸と言われずにずっと下火だった選手が出てきてくれたのが、ダブルスで負けてプレイヤーとしては悔しいですけど、すごく嬉しいですね。連覇を逃したことに関してはより大きい。 まずは去年に比べてたくさんの人に会場に足を運んでもらって、実際にその中でプレイできるっていうのは、もう僕28歳でベテランでどれだけ数できるかわからない。実際昔これだけ入ってたかっていうとそうでもないと思うので、そういう貴重な機会をいただいて、運営やボランティアの方々に悔しい気持ちの前にありがとうというのが先で。 ここで勝てたら最高でしたけど、この後卓球界としてはオリンピックが控えてますし、日本選手団がベストのパフォーマンスを尽くせるように、チームだったり運営だったりいろんなところがバックアップできる体制を整えるのが一番じゃないかなと思います。